ちはおはようございます。で、かまどを作ろう。かまどのレシピとかまあその辺はねさすがに忘れはしない。燃料か。とりあえず斧を作ろう。斧を作って原木を取ってきて、ほんであれだな、まあその時にリンゴも手に入れば一石二鳥と。でも湿地帯の木からリンゴ出たっけ。出るよな、出る出ると思う。確か石炭1個で8個焼ける、ね、木炭か。あと2個焼けるか。オッケー。でどうする、家建てていくか。あんまり資材ないよね。まあ、最初はあれだよね、穴でもいいわけか。おーおー、馬が、うわな、黒い馬ばっかやな。あんまり好ましくない。ちょっと描写距離を上げてみよう。どうなったどうなった、どういう状況。ちょっと待って、戻った。あ、今のなんや。今の何？腹減ったから幻覚見えたとか。チャンクやと問題ないと。いや問題ありそうやね。問題ありそうやね、うん、だいぶ問題ありそうやね。よし、一旦カットします。カット。よし、まあ戻ってきましたけど、まあね、8チャンク、まあなんとかさっきみたいな変なバグはないと思う。まあ、先ほどこの山自体がなんかバグってたんだね。まあさっきよりマシだと思う。ということでやっていこう。まあとりあえず食料。いらんもんとか、キノコとか取って。ある石も取っといて。この辺どうやろ、できたかな。まあそうできるわけないか。うん。こいつは食う。剣持ってない。剣を作らなきゃいけない。うん、どうしたか。とりあえず取って、とりあえず取って。いけ。登れてる気がしない。むしろ落ちてるよね、これ。
あ、溶岩とかあるね。結構あれだね、ゴツゴツしてる。まあ上に雪あるから、まあスノーボールとか作るときはね。おー、ええやん、結構いい感じ。あの辺全部バーッて整地したいな。けどあっちは海か。 あっちは海やな。うん、見える限りでは湿地帯と平地と海しかないかな。まああれだな、いつかあっち行こう。近いうちにあっち探検行って、まあ村がないかを見ましょう。よし、じゃあ飛ばれへんな、さすがに。あー痛い。お、なんか見えてるぞ。ピンク、かわいい。なんか今見えたぞ。あっこ、妖精が、妖精か。うん、妖精だと信じたい。まあそうそう、家帰ったらまあ羊が焼けているだろう。まあ羊殺してね、まあ肉が手に入るなったってことで、まあ結構楽になったんじゃないかな。お、焼けてるかな。はい、ジンギスカン、ジンギスカン。あ、3個ぐらい買いました。あ、これ結構、あ、結構いいんじゃね、これ。羊主食にするか、まあ、結構いいんじゃないか、これは。効率使わせ、え、焼くだけでさ。あ、けど豚肉とか蜂が回復した気がする。気のせいかな。まあまあ、しゃべっててもしゃべれない。なんかしよう。じゃあね、まあまず、まあちょっとしたちっちゃい家を建てよう。この辺何のために設置してんだ、ここに建てよう。